嘘、ユイトは大人だよ。私の夢を見た。中学校の時の夢。2年生の春、ユイトと一緒のクラスにならないかなってドキドキしながらクラス名簿を見ている。あった、ユイトがいて思わず言う。ユイト同じクラスだよ。あ、そう、なんてそっけないユイト。それでもいい、ユイトと一緒になれたんだもん。場面が変わって教室にいた。私はユイトの背中を見ている。時々シャーペン回しをしているユイト。退屈そう。ちらっと窓の方を見る。見つかって先生に当てられる。でもユイトは答えちゃう。悔しそうな先生、すごいなと思っていたら私が当てられちゃう。スリランカの首都は？そんなの知らないよ。先生が怖い目で睨んでいる。どうしよう、また黒板消しで頭を叩かれるのかな。ユイトは知らん顔をして窓の外を見ている。でも片手で何か書いた紙を私の方に。スリジャヤワルダナプラコって。先生が悔しそうな顔をする。ありがとうユイト。でもユイトはこっちを見ない。知らん顔を決め込んだまま外を眺めている。そんなところが好き。今度は3年生の時だった。放課後、私は正門の前でユイトを待っている。バスケ部の背の高い人たちが近づいてくる。ユイトって手を振る。面倒くさそうにユイトがこっちを見る。すぐには一緒には歩いてくれない。信号まで友達と一緒。でも学校から離れると二人きりになれる。何々ちゃんが好みだって言ってたよって言うと、へーって興味のあるようなないような返事。ちょっと嬉しいけどちょっと悲しい。私が好きだって言ったらユイトどうするかな。放課後、下駄箱を開けたら手紙が入っていた。何だろうと思って開けたら、いった、カミソリだった。平野に近づくな、うざい、消えろって書いてあった。誰だろう、ひどいことするな。放課後、また手紙があった。開けたら、いった、またやっちゃった。どうして私って学習能力がないんだろう。体育館倉庫に来いって書いてあった。怖いなあ。行かないことにした。そしたら翌日、廊下を歩いていたらいきなり髪の毛を引っ張られた。ひどいことするなあ。誰だろうと思っていたら、掃除中に掃除用具入れの中に押し込まれた。わあ、すごい匂い。あれ、どうして出してくれないんだろう。もしもし、おーい、ひどいことするな。体育の時間、着替えようと思っていたら体操着がなくなってた。ひどいことするな。水着もビリビリに破れていた。ひどいことするな。給食を食べようと思っていたらゴミが入っていた。
きたら、机の中から教科書が全部なくなっていた。放課後、焼却炉に行ったら、燃えたノートと教科書が出てきた。どうしてそんなことをするんだろう。私がユイトのそばにいるからかな。鬱陶しいのかな。距離なんか関係ないのに。しばらくしてまた手紙をもらった。また指を切っちゃった。ブス、死ねって書いてあった。平野くんに近寄るな。私だってユイトのこと本当に好きなのね。目が覚めると夜中だった。ちょっと嫌な夢、でも嬉しい夢。はるかがいじめのことを嗅ぎつけてすごくかばってくれたから、後でユイトに怒られた。言えよバカって。でもその後ぴたりといじめがなくなった。ユイトが女の子たちに言ってくれたみたい。ユイトとはるか、私の宝物、大切なもの。でもどうしてはるかは消えちゃったんだろう。また元の生活に戻りたい。ユイトがいて、はるかがいて、みんなでワイワイはしゃいで、同じ学校の制服を着て冗談を言い合って、いつまでもいつまでも三人仲良く。怪我してももう薬ないね。でもスーちゃんがいるか、よかった。やっぱり同じだね。屋上壊れてないといいな。
かった。ここ見晴らしいから壊れたら嫌だなって思ってたんだ。中学の時よく屋上に行かなかった？うん、すっごく怖かった。ここも壊れたままだね。グランドの方に行ったらこうなってたの。夕方になったらまた壊れちゃうのかな。次は学校かな。合宿所だったら嫌だな。泊まるところなくなっちゃう。
体育館壊れちゃったんだね。うん、誰か来たの？はるか、この間はごめんね。いきなり帰っちゃって。バカ、心配したんだから。プール壊れちゃったんだね。せっかく水着持ってきたのにおじゃんになっちゃった。いいの、プールなんかなくたって。また一緒にご飯作ろっか。頭撫でて撫でて。